新女神転生5ヴェンジェンス日めくり悪魔動画、本日は軍神をお届けします。ナタ大使、今後ともよろしく。永遠に少年の姿をしているとされる英雄神、乾坤剣という武器を手に持ち、混天領という真紅の布を身にまとった姿で生まれてきたと言われ、この2つを装備した姿のままで竜王や魔王と戦い退治していくとされる。次回は魔獣を紹介。お楽しみに。